先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は夏にぴったりのタイ料理を3品ご紹介いただきます。はい、本当にね、叩くっていう調理方法って食材の甘みがすごく出るなと私は思っていて、とてもいい調理方法の一つだなと思っています。でタムタムしてるんですね。タムタム、はい、これがタムタムです。本来はこちら青いパパイヤで作るんですけれども、手軽に人参で作っていきます。綺麗に上手に千切りしてしまうと味が染みにくいので、こうやってちょっと荒れた断面になる方がいいですね。しっかり本当に叩いて人参から水分が出てくるぐらいまで叩いた方が美味しいです。今回はね、お醤油で作っていきます。あとは、それはレモンの絞り汁ですね。レモンの絞り汁入れます。はい、でこのレモンですが、タイだとこれマナオと言います。タイライム、これをね入れるんですけど、すっごく香りがいいので、もし手に入ったらこれおすすめです。どなたでも召し上がっていただけると思いますので、お醤油で作ってみてください。それでもこの味の組み合わせ、辛さとか酸味とか甘みとか、それでタイらしい味に本当になってくれるんですよね。これ不思議なもので、タイの調味料一個も使ってないのに、あ、タイって思う味になってると思いますので、ぜひ試していただきたいです。夏にぴったり、もうビタミンいっぱい取れそうな、そうですね、ビタミンたくさんで、人参ね、たくさん取るのとかって大変だと思うので、ぜひおすすめで。ガイアンですね。ガイアンっていうのは、ガイが鶏肉のこと、ヤンっていうのが炙り焼きのことを指します。本来は炭火の遠火でじっくりこんがりと焼いていく料理なんですけど、それを今回はフライパンで焼くバージョンにしています。ニンニク、こういったニンニクとか、これなんだかわかります？パクチーの根っこです。こういったものが入ってくると急にタイらしい感じになってきます。パクチーって実は根っこがすごく美味しくて、根っこ付き見つけたら絶対買ってほしいです。でここを刻んで、さっきのソムタムに加えてもいいですし、何かスープ作るときに加えてもいいですし、葉っぱは飾り、この茎と根っこは味付けと思って使っていただくといいかと思います。ではちょっと裏側見ていただきましょうかね。こんな感じです。結構焼きすぎかなと思うかもしれないんですけど、炭火焼きで焼いた感じを出すためにこのくらいまで頑張って焼いちゃってください。じっとりと焼き上がってますね。こんな風にじっくり焼いてしっとりと焼き上げてください。よいしょ。この盛り付けの人参とかもちょっとタイっぽいですね。そうですね、タイっぽさを。はい、では出来上がりましたので鈴木さんお願いします。はい、はい、ご飯のおかずになりますね。ご飯のおかずもいいんですけど、やっぱりこれは焼いてる時からビール飲みたいですね。ビールですね、はい、ビール。ガパオというのはそのバジルの葉っぱのことを言いますので、タイのバジルの葉っぱのことを言いますので、今日はシーフードで作りますし、タイバジル、ガパオ、ホーリーバジルと言います。これを本来は使っていきます。これ香りもちょっと違うんですか？強い、すごい。全くタイの調味料を今のところ使ってないですからね。本当醤油とオイスターソースで、あとニンニクと唐辛子、そういったものでバランスを取ると本当にタイらしい、香りすらタイらしい香りになってくる感じです。フレッシュな香りを保ちたいので、バジルをちぎって加えたらもう火を止めちゃう。でしんなりするまで混ぜ合わせてください。いやー、いい香り。そうですね。ではこれでバジルを飾りまして、これで出来上がりです。じゃあ鈴木さんお願いします。はい、ここにいる皆さんどうですかね、タイの香りに包まれてるんじゃないかと。今ね、この部屋がタイになってます。はい、料理の方もぜひいろんな国の料理を試して、今回のタイ料理もお家で楽しんでいただけたら嬉しいです。ありがとうございました。